はい、こんにちは、まーちゃんねーのおとちゃんです。えいしんです。ということで今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのクライスサタン通じ LP です。はい、2017年3月18日本日発売のベイブレードバーストの新製品ですね、はい、ゴッドバルキリーとブレイズラグナルク、同じ日に発売されたゴッドレイヤーシリーズでございます。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、こんな感じになっております。じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はいはい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがクライスサタン2グレイブループですね。はい、こちらがクライスサタンレイヤーですね。はい、悪魔王サタンをモチーフにしたレイヤーですね。はい、特徴的なのがこの辺、これローラーついてんだよね。うん、続いてこちらが2ディスクですね。はい、コアディスクです。そしてこちらがグレイブフレームですね。この2枚の刃がバースト力をアップさせています。はい、セットするとこんな感じになります。はい、最後にこちらがループドライバーですね。はい、これにもローラーがついてます。相手に弾かれた際に2つのローラーがスタジアムに触れることでオーバーフィニッシュを防ぐディフェンス系ドライバーということです。はい、はい、それではセットしていきましょう。はい、はい、こんな感じ。ベースが黒で下に紫とかワンポイントで赤が入ってて、ちょっといかにも悪魔っぽい感じのデザインになってるね。うん、かっこいい。それとエントリーランチャーとエントリーワインダーも付属しておりました。はい、ではシュートしていきましょう。はい、はい、ということでシン君、クライスサタン2グレイブループシュートしてみてください。はい、ゴーシュー。おっ、フェンス系だからね。うん、静かに回ってます。はい、では対決していきましょう。私がクライスサタンでいきます。エシン君はゴッドバルキリー。ゴッドバルキリーでいきますか。はい、3、2、1、ゴーシュー。バウンドアタック。どうだろう、どうだろう。ディフェンス系だからあんまりこう軸がぶれないですね。イエーイ。3、2、1、ゴーシュー。ちょっと長くなる感じかな、これはね。そうだね。バーストできなさそうだし。おっ、イエーイ。3、2、1、ゴーシュー。いい感じだよ、いい感じだよ。てかあのゴッドバルキリーのあのカウンターが決まんねえじゃん今回。本当だ、サタンが強いっていうか。おい、じゃあ僕はブレイズラグナルクに変えます。3、2、1、ゴーシュー。通信の勝負。さあ、おー、3、2、1、ゴーシュー。うまいことじゃ歯に当たったんだろ。おい、またバースト。3、2、1、ゴーシュー。連続バースト。では私はゴッドバルキリーに変えます。エシン君が僕はクライスサタン。はい、3、2、1、ゴーシュー。おっと、すごい、すごい強烈なカウンターが今決まったよね。でも戻ってきたね。うん、そういうことですか。3、2、1、ゴーシュー。さあ、ディフェンス対アタック、どっちに。おっ、おっと、来てるよ、来てるよ。おっ、決まった、決まった。3、2、1、ゴーシュー。よし、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 よし。では、私がブレイズラグナロクに変えます。3、2、1、ゴーシュー。さあ、ディフェンス対スタミナ。さっきパパが結構バーストさせてあげたけど、今回どうなんでしょうか。イエーイ。3、2、1、ゴーシュー。おっと、跳ねちゃったけど大丈夫かな。あー、意外に跳ねる。3、2、1、ゴーシュー。いけ、バーストしたね。バーストしたね。全く同じセリフだったけど。
ダメか、バーストは飛んでいか。今回の新しいペンになって気づいたことがパパあるんだけど、うん、ディスクのさ、カキンカキンって音がなくなったね、うん、なんかちょっと残念な気がするな、うん、はい、ということで今回はベイブレードバーストのクライスサタン 2GLP でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン押してください、はい、そして、友達にもシェアしてあげてください。フィニッシュ。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。